こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズはライカの大変人気の標準レンズですね、ズミルックス 50mm になります。 50mm の、第一世代になりますね。はい、ご覧の通りの、ズミルックス 50mm F 値が4、シリアルが2028643ですので、1964年のズミルックス 50mm ということになります。はい、ご覧の通り大変格好のいいルックスの美しいレンズでして、貴婦人の異名を取る工業芸術品レンズですね。はい、では外観から見ていきます。外観はですね、うっすらと使用感経年感はあるものの、ひどい擦り傷や当たりへこみなどは見当たらないですね。油の汚れなども見当たりませんし、おおむね備品といっていいレベルだと思いますね。はい、ご覧の通りですね。はい、でレンズですけれども、レンズは大変綺麗ですね。前玉後ろ玉ともにですね、擦り傷、引っかき傷、コーティングの剥離などありませんで、大変綺麗な状態のレンズになっております。はい、中玉にももちろん曇りカビや悪さみ切れなどは一切見当たらないですね。はい、チリとゴミがですね、ちょっと多少中に見えるんですけれども、もちろん撮影の映像には影響のないレベルですね。はい、あとですね、中間に玉にですね、ちょっと汚れがちょっとあるような感じは見えますね。はい、これも映像には全く影響ありませんけれども、気になる方はですね、メンテナンスを施してから、お渡しいたしますので、オプションからお選びいただければと思います。はい、絞りも軽く動作しておりまして、油の乗りとか羽の痛みもないですね。はい、はい、ピントのローレットも滑らかに動作してますね。ちょっとやや重いような気がするんですけれども、はい、撮影に難はないと思いますけれども、こちらもですね、整備をご希望する場合はですね、オプションからお選びいただければと思います。はい、ご覧のような感じですね。はい、はい、こんな感じです。もちろんですね、落下してこう歪んだりとかね、ガタガタがあったりとかもしないですね。マウント部も綺麗ですね。はい、はい、付属品がこちらの、プラスチックのですね、バブルケースが付属しております。こちらライカ純正ですね。ちょっとですね、傷が全面的についてまして、こんな感じですけれども、はい、あとはですね、こちらのズミルックス専用のですね、ライカ純正のフードですね、こちらをお付けいたします。こちら挟み込み式になってまして、はい、このような感じで、はい、装着してご使用いただくような感じになります。はい、でこれをですね、逆さにつけていただきまして、はい、でこちらのキャップですねを入れていただければですね、フロントキャップの代わりにお使いいただけるようになりますね。はい、あとですね、このバブルケース普段使わないという方はですね、このリアキャップもお付けいたしますので、それもご希望がありましたらですね、備考欄などから見ていただければお付けいたします。はい、はい、ということで、大変いい状態のですね、でしかもレアで綺麗な状態の大変人気のライカの、標準レンズズミルックス 50mm 第一世代になります。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。